かすみみたまの現世幻談チャンネル。遠く田舎を思う。その男性の友人は、遠く田舎を思うという一節から始まる詩を残し、一時失踪したのだと言います。友人には廃墟探訪の趣味があったそうで、有名な場所だけでなく、名もなき、廃れ、錆びれた場所に足を運んでは、土産話を持ち帰ってきていたんだそうです。しかし、ある時を境に、その手の話題がパタリとなくなりました。もともと、それほど興味を持って聞いていたわけではなかった彼も不思議に思い、たびたび最近はどこか行ったのかと聞いたそうですが、曖昧な返事ばかりだったと言います。そしてだんだんと、廃墟に限らず、外出の話題自体がなくなっていったそうです。出歩くことが好きだった友人のそんな様子に強い違和感を覚えた彼は友人宅を訪ねることにしました。メッセージに既読がついていることを確認し、インターホンを鳴らすと、ゆっくりと開いた扉から顔を覗かせた友人は、小汚く風呂にも入っていないのではないかという風貌だったそうです。うろたえながらも促されるまま部屋に入ると、箱買いしたインスタントラーメンやペットボトルの山にシワだらけの衣類が無造作に放り投げてあり、以前訪れた時の面影もない、ひどくすさんだ状態であったといいます。唖然としていると、友人は少しだけ気まずそうに、しかしどこか心あらずのようで、何も言わずベッドの横に腰を下ろしました。どうしたものかと部屋のありさまを眺め、友人は心の病でも患ったのだろうかと不安になりだした彼。テーブルの上に置かれた紙とペンが目に留まりました。まさか遺書でも書いているのではと慌てて覗き込むと、遠く田舎を思う。脳の底の日だまりには揺れる青葉がざわめいている。雲はやけにゆっくりと、まどろむ午後が命を静かに溶かしていた。今や秒針の音に疲れ過ごす。果たしてあの幼少は幻であろうか。蚊柱立つのに暮れる日は変わらずそこにあるのだろうか。それは散文詩のようでした。友人は詩を好むような性格ではなかったのと、その内容からやはり心の状態が良くないのだろうと思ったそうですが、自死をほのめかす内容でないことにひとまず胸をなでおろしたそうです。しかし、はたと気がつきました。以前、自分たちの幼少時代について話題に上ったことがあるそうで、お互いの生まれ育ちを知っていたそうですが、友人の出身はどう考えても田舎とは呼べない場所で、少なくとも叱ら受けるのどかな情景は幼少時代に体験しようもないはずだと言います。妙だなと思いながらも、部屋や友人の様子もあり、その日は長居をせずすぐに帰ったそうです。連絡が取れなくなったのは、それからほどなくしてたそうで、家を訪ねても不在票の刺さった扉が開かれることはなく、電話も通じなかったと言います。共通の知人もない彼には、他に安否を探る方法もなく、警察へ相談に行った方がいいだろうかと考えていたある日の朝、以前送ったメッセージに返信があったそうです。驚いて、大丈夫なのか、一体どうしていたのか、と問いただしたそうですが、曖昧な返事が返ってくるばかりで、今何をしているのか、という問いにも、廃村に来てるけど、と淡々としたメッセージが送られてくるだけだったそうです。
本当に友人本人なのかといぶかしんだ彼は通話を試みたそうですが、応じた声は紛れもなく友人のものでした。ほっとしてもう一度失踪について尋ねてみたそうですが、ガサガサと草を踏み分けるような音をさせながら、やはり曖昧な返事をするだけだったそうです。感情の薄い声でボソボソと喋る友人。とても趣味の散策を楽しんでいるようには聞こえなかったといいます。まるで死に場所でも探しているようだという考えが頭をよぎった彼。どこにいるんだという問いに、どこって言ってもなぁと言葉を濁す友人に位置情報を送れと言ってみたそうです。すると案外素直にデータが送られてきました。そこは車で2時間ほどかかるとある山中であったそうです。電話越し、目の前に倉庫のような廃屋があるとつぶやいた友人。バカなことは考えず、そこに入っておとなしくしているよう伝えると、急いで位置情報の場所へ向かったそうです。現地に着くと、もう一度連絡を取ろうとしたそうですが、電波が安定しないようで、今度は県外であったといいます。しかし、林道の湿った空気を抜けた先にあった廃村は、視界が開けており、形を残している廃屋も数えるほどで、そのうちの一つを覗いてみると、砂まみれの床板に座り込んだ友人の姿があったそうです。声をかけながら近づく彼。しかし、友人は返事もせず、ぼんやりと廃屋の壁を眺めています。その視線を追って壁を見ると、そこには大きな額縁が一つ立てかけられていました。彼はそれを見ると驚いて友人を立ち上がらせ腕を引き一目散に逃げ帰ったのだと言います。廃屋の壁に立てかけられた古ぼけた大きな額縁。そこに飾られていたのはやや崩した筆文字で書かれた長い詩であったと言います。田舎を出た子の身を案ずる親の気持ちをびっしりと記したようなそれはどこか子への執着を感じるような不気味なものであったそうで、その冒頭はいつぞや友人が部屋に残していた散文詩と同じく、遠く田舎を思うという一節から始まっていたのだそうです。ところで、この話は体験者から直接伺った話ではなく、体験者の趣味仲間であったという男性からまた聞きした話です。彼は体験者の友人が残した詩の写真を持っており、友人宅の様子を話している最中にはスマートフォンのカメラロールを見ながらそれを読み上げていました。しかし、廃屋にあった詩については体験者から話を聞いたときメモを取っていなかったので、冒頭の一節以外は詳しく覚えていないのだと言っていました。一方で、それを語った体験者の男性は、廃屋にあった遠く田舎を思うから始まる詩を何の書き留めを見ることもなく、言い淀むこともなく、すらすらと暗唱してみせたのだと言います。あまりに自然な流れであったため疑問に思わなかったそうですが、改めて自分が廃屋の詩について語ろうとしたとき、その異様さに気がついたそうです。体験者の男性とは今連絡が取れないのだと言います。ですが話し終えて、ひょっとして彼は今その廃村にいるのではと思ったそうです。名もなき廃村にある取り残された廃屋。壁に立てかけられた巨大な額縁の中の遠く田舎を思うという詩。そしてその前に座り込み、ぼんやりとそれを眺める男の姿。そんな光景が浮かんだんだ、と、そうつぶやいていました。